先週ちょっとタミさんとの練習でやっちゃおうみたいになったんですけど、ちょっとね後悔しましたけど、いやいやもうね慣れないことをねするもんじゃないからね。でも大場さんに入っていただいて本当にね
してありがとうございました。そしてあ、そうそう、私たちは改めましてあのキャットナップっていうね、あのあれをあれグループ名を考えまして、キャットナップ、意味はナップ、ナップですね、あの M です、 M、 ナップ、キャットナップ、うたた寝という意味でですね、まああのちょっとあの最終的にはね、皆さんがこう気持ちよくなれるような演奏をしたいんですけど、まあそこまでね、いつ行けるかっていうねで、だんだんなんかあんまり静かな曲もあれやからとか言って、だんだん激しい曲もね入れようかみたいになって、全然ナップじゃないやんみたいなね大体あの実際寝たら怒られるんやろ実際寝たら怒られる、いやいや、いいよ、寝てください、皆さん寝てください。私はもうただただキャットが入ってるだけでね、うん、嬉しい。そうそう、最初ナップにしようかとか言っても、キャット入れた方がいいかねとか言ってですね、決まりました。はい、じゃあ2曲目いきますか。はい、はい、牧原紀之さんの素直という曲を柴崎さんがですね、柴崎コウさんがですね、あのカバーをしていていいなと思って選びました。話を切り出す順番譲ってくれたから、僕の言葉ばかり聞いて、結局君は後回し、いつも通りに大きく手を振ってくれたと歩いて帰る君のいつもより小さい背中、寂しがり屋はいつも僕に笑ってくれた、そんな君に少しも気がつけなかったけど、一番伝えたい言葉はごめんじゃなくてありがとう、話し出したとしても口を手で塞いで、君の言葉を逃がしてよ、
左右はやっぱりあるのね。はい、ではまた次も大場さんに加わっていただきまして、ちょっとねカンペを書いてきたんですよ。だけチラッチラ見ながら、スキマスイッチさんのですね愛という曲をちょっとあのキャットナップの中では、まあまあねアップテンポな曲になってます。すあらこの番はではお願いします。愛どこで誰か想像したもんなんでしょうか。難解なんだね感情ってどこへ向かうべきもんなんでしょうか。そっと教えてよ飛ぶ鳥は青空を迷うことなく飛べるのに、一体僕らはどこへ向かうんだろう。恋愛の成功率はね散々でね、いつだって成就しないまま、とはいえ好きになっちゃうんじゃもうやなるよ。どうかいなくなれ、こんなんなら存在自体を消えちまえ、そう思ってどんくらい経つだろう。来週はいつ
で、どうしようかな。はい。次何やったかな。はい、次は、私はですね、この曲知らなかったんですけど、サミーさんがね、誰かとしたんですかね、誰かと。で、楽譜があったもんで、ね、すごいいい曲だったので、してみようということで、加藤登紀子さんの、時には昔の話をですね、はい。本当に喋らんねん。ちょっとちょっと私も相当 MC も本当にしたくないんですよ。多分俺から見ればマックスしてるんやけど、うん、そうめちゃくちゃ頑張ってるよね。してるんやけど、うん、で王ちゃんにはさ MC 振ったらね殺すって言ってね。で私はさタミさんにさ振ったらさ殺すって言って。殺すみたいな。横におるよもう一人。あ、本当だ。大場さん助けてください。マイクのマイク。大場。後ろから大場さん。夫婦ですって。愛人。すごいなんかこう。ドロドロしだした。すごい透明感の強いドロドロしだした。でもその紹介する方うちもよく言われるんやそうね。え、うん、ここ夫婦で、はい、愛人っていう。本当ですか。使い回し。使い回しなんかな。まあまあこれからもねもしかして何かの機会がございましたらよろしくお願いします。同じ派遣社員、派遣社員パート頑張ってる。はい、喋ってきてどんどん。聞こえてるかな。マイク今度から用意しましょうね。はい、ではそんな会話の曲じゃない。曲じゃないよ。ちょっとシューッと落ち着いて。はい。時には昔の話をしようか。通い慣れた馴染みのあの店、マロニエの並木が窓辺に見えてた。コーヒーを一杯で一日
真をご覧よ、ひげ面の男は君だね。どこにいるのか今ではわからない。友達も幾人かいるけど、あの日の全てを虚しいものだと、それは誰にも言えない。今でも してたみたいで、そのバージョンでタミさんの素敵なピアノをお聴きいただきまして全然聞いてないよちょっとちょっとはい、ではI'm not afraid to die.
1ヶ月分のデータですか。ああ、はいはいはい。お、明日って使うんですか。ああ、いいですよ全然。え、あ、画面？ああ、じゃあパソコン調子悪いには消してたんですよ。まあ、つけるとこやったんで、はい、大丈夫ですよ。はい、マジか。よし、よし、あれか、よし。え、内線？あ、もしもし、池田です。はい。え？え、数式壊れた？うん。直せる人おらんの？うんうん。え？明日の朝の集計ですかも。うん。あ、OK、OK、OK、直しとく、直しとく。はい。はい。はい、お疲れ様です。マジか。マジです。よし。よし。もういいでしょ。うん。はい。よし。ほな、え？内線？はい、池田です。いや、お客さん怒ってるって。うん、どうにもならんの。え、お客さんなんて。うんうん、え、歌えって言ってんの。ある日本部の偉い部長さんが定時忘れた我な男に刺激的な香りいっぱいの黄金色した飲み物を差し入れました。やがてお目目バキバキ残業代は出ないムード。先ほど男は終電を逃した。パワポエクセル楽しい仕事ツール、東の国の社畜の文化、それは素敵な飲み物栄養ドリンク、みんなで楽しく飲んで社畜のビンドゥンバー、みんなで楽しく飲んで、シャシクさ、愛のカフェインルンバ。トレタムデランギュレセルベランセラソンデス、エレケトロスカフェタレスベベラセンティル、canción de moque canta la vieja morenda que era la tango de la noche para ser así en que no la tanda la anguinde se enleran ser las ondas a la que churros café tal vez beben a sentir esta canción de moque canta la vieja morenda que era la tango de la noche para ser así una pena de amorUna tristeza lleva samba manel esa madrugada pasan con celular anoche moliendo café dándole tan le languin de celulares en las sombras la que todos café tal vez beben a sentir esta canción de lo que canta la vieja molenda que era
tango de la noche para ser así. Quiero el tango de la noche para ser así. Quiero el tango de la noche para ser así. Moliendo café, moliendo café, moliendo café, moliendo café. ちょっとね、コントのことをずっと朝一日中考えててですね、中身の曲の方はちょっとやらかしちゃって、どうでもない。内政サンバにってことは電話取らないけど、電話取らないから本番なのに演出家が演出チューニングにこっちが、はい、待っていきますので、すいません、忘年会のリハーサルかなんかするじゃん。そうですね。いやー、ショートコント。すいません。え？まだ入ってないからね。いや、もうどう考えてもね、あのね、オープニングとエンディングすごいこう綺麗な感じじゃないですか。音楽がね。まあまあ。もうこれやるしかないなと。池田さんめちゃくちゃね、爽やかな。いやいや、ね、めちゃくちゃいい声です。こんなうちできんよ、どうするの。バーン、温めてみますね。ちょっとあの、いけるかしら。ショートコントそのに。はい、ショートコントで。いきなり合わせてみました。内戦ドラマ。内戦。
しく泣いてると息に甘えさせて吐き出す言葉に後へマロディ切なく蘇るデンジャブの香り心を溶かす小さいのブース甘くささやいた吐息が眠るまで喋った方が良くない？それ。もうあの退社されるんですね。定時なんで帰ります。まあ、まあ今残業ぐらいかな。一曲残業しっかりしてますね。ありがとうございました。ちょっとあの何言ってんの私よく裏払ってるお客さん申し訳ございませんまだちょっと天使までまだ結構あるんですよこれ相対になっちゃいますねさっき怒ってた北九州でね相対って言うんですよじゃあちょっとあのルパン三世の愛のテーマをひたすら擦り続けてるんですけどもちょっとね聞きたいと言ってくださったのでちょっとやってみたいと思いますThank you.
ね。ああ、ばっちりです。ちょっとビール3本ぐらい。僕はもうね、あの、やりたい曲勝手にやるぜコーナーです。Till I saw the sun, don't know why I didn't come. I left him by to have some fun. Don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. Saw the make on day.That I could fly away instead of kneeling in the sun, catching Jesus in my hand. My heart is dressed in white, but you.I will die in ecstasy, bound like a bone, driving down the road alone. My heart is dressed in wine, but you'll be on.活動していきたいと思って、クリスマスね、クリスマスソング流れるじゃないですか。クリスマスソングでしょ。ダニー・ハサウェイやろ。ダニー・ハサウェイのThis Christmasっていう曲がねあるんですけど、去年ちょっとやりたくて、ね、ちょっと全然できなくて、ね、まあ、今年もできてるかっていうとできてないんですけど、まあまあまあ、もっとうまくやってくれる人がいるでしょうということで、ちょっと。もっと上手くやったらって感じで聞いていただいて、ね、ちょっと街中でディスクリスマスに演奏してください。高いな。ちょっとディスクリスマスに行きたいと思います。ディリュッディリュンディッタルトゥーン、ディリュッディリュンディッタルトゥーン、ディリュッディリュンディッタルトゥーン。 Hand on the mistletoe, I'm gonna get to know youThis Christmas, and within the tree, our mashed gonna be together. This Christmas, raising bright, and we can all win through the night. And this Christmas will be very special Christmas for me.Did it, did it, did it, did it.
My world's filled with cheering you. This Christmas, and as I look the wine, your light has shined out on the you. This Christmas, fireside is blazing bright, and we can win through the night. And this Christmas will be the most special Christmas for me. イントロちょっと変拍子なんですよ、これ。7拍子か。なんかちょっと一拍少ないですね。7拍子とか。はい、ありがとうございました。あれ、まだ早退です、早退です。あ、そうか、これ40分までか。やらかしたわ。やらかしたわ。これはちょっと重大インシデントですね。ちょっとタイムカード取り消しといて。部長、すいません。部長か。あと2曲ぐらいいきますね。Girl, I'm in love with you. This ain't a honeymoon. Passing infatuation phase. Right in the thick of love. As time we get sick of love. Get more confusing than me. And no way misbehaving. You made mistakes. We've all still got room left to grow. Some love sometimes hurts. I still true first. And we make this thing work. But I think we should take it slow. We're just ordinary people. We don't know which way to go. Cause we're ordinary people. Maybe we should take it slow. So take it slow. Whoa, whoa. This time we'll take it slow. Take it slow. Whoa, whoa. This time we'll take it slow.
sense of moving on. No matter tell can go to know. It's got small confusing night and day. Sometimes it's seven cents and head back to hell again. Cause then we make up all the way. Ahead of you go, we rise and we fall. We seem like a long our way. As all advances, we take second chances. So it's not a fun to say I still want you to see. We just hope to know it, people. We don't know which way to go. Cause we're loved in our people. Maybe we should take it slow. So take it slow. Ooh. This time we'll take it slow. So take it slow. Ooh. This time we'll take it slow. Maybe another fight. Maybe we won't survive. Maybe we grow and never know. Maybe you and I will just hold in our people. We don't know which way to go. Cause we're loved in our people. Maybe we should take it slow. So take it slow.男性とか言っても、どうせ一般人なんで、ゆっくりやろうやって、そういう感じの曲ですね。じゃあ最後、この間あの、僕ね、あの、皆さん、吉野さんってご存知ですか？ご存知ですかね？無茶ぶりが好きなね。どうなんですか？配線とかもなんか、焼きそばみたいになってるでしょ。もう、使ってないケーブルとかもなんか、めちゃくちゃなとってこの間クモさんと一緒に整理をねちょっとしたんですよ。イランケーブル袋に入れてね、で次のイベント行ったらくっちゃくちゃなとって使ってないでしょこれっつって、ちょっと吉野さん来てくださいって100均でなんかトレーとか買ってですね、カゴの中にこう長さ別に仕分けて全部にリボンつけてタグつけて、これは長いキャノン、これ短いキャノン、これ長いラインでこれ短いラインっつって、しかも入れたかんっつって綺麗にしてですね、マイクね、マイクもなんかあのぐちゃぐちゃってたんでこう綺麗に入るんで、仕切りであのケース作って、ね、そんなんやってたらなんか吉野さんが PV 撮りましょう、ちょっとそれちょっとみたいな曲なんで、ね、社畜の休日っていうちょっと社畜の休日のあの音の音楽になったちょっと曲最後オリジナル曲なんですけど、宇宙の風と。いただきますね。青く深く遠く広がる空も生まれては消える水の泡のよう宇宙の風の刹那の瞬き、宇宙の風の
つの名の瞬き果てしなく広がる人混みの中僕らの存在は砂粒のよう宇宙の風の宇宙の風の刹那の瞬き過去から未来へと続く時の中で無限分の一の人の出会いと別れ
ちっちゃい声で。ね、僕もやろうかなと思ったんだけどさ、トゥルルトゥルルトゥルル。見えてなかったけどね。やられたね。ちょっと無理やね。びっくりした。面白かった。最高や。ね、それもし今日ももう一本いるとこやった私。そうね。何ビールは？ビール。もう一本飲んでできた？あ？できた？いやできたじゃなくて。飲みたかった。もう飲みたかった。ね、そう。そう来たか。あ、そこで始まるんだみたいな。嬉しそうやね。やっぱ飲んだらテンション上がるな。いや、そんな飲んでない。1本しか飲んでないって。しかも、1本しか飲んでない。まあでもね、とどめておきます。しかし、毎回あの僕のキーズスペースさんでライブ、3回目ですかね、今は。3回ぐらいなんですけど、ほんと、めちゃめちゃいいアーティストばっかですよね。はい。ね、本当に今回も素晴らしいお二人と一緒に、あ、二人の方とね、できて幸せでございます。なんかもうそのまま僕らせんでもいいやんと思うぐらいのね。いやいや、そんなさっきほら、布教されたやん。布教？テケテケテテン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 別の音楽のジャンルになってるよね。いや、今年はもうあれが流行るということでね、クリスマス、もうクリスマスね、うん、もうデイサービスでもう赤鼻のトナカイとかやっとられやん。なるほどね。何やさわいのこと。今日から練習せない、テケテケテって今日、お前負けてたあの小さなサンタさん、せんていいのか。大丈夫です。大丈夫です、すいません。はい、じゃあ私たちもね、はい、皆さんに呪いをかけたい。そうね、普及活動、普及活動じゃないけどね、はい、ね、ヤンバルの大使やもね、ね、はい、観光大使として、ね、はい、ね、参りました。北九州のヤンバル地方の観光大使ね。自称やね。どうするね。沖縄です。あ、違った、戸畑区の
ヤンバルクゾーの、ね、ややこしいわケーブスペースの中にヤンバルいいや自称やけ大きく言っとこ、ね、はい、じゃあそのヤンバルのね、はい、皆さん沖縄に行った時にはぜひヤンバル地方へ真ん中辺にありますので、ね、さーっと始まらないもう一人振ったなおね。はい、じゃあそのヤンボルチフォーの曲を歌ったビギンさんが作った曲をね、はい、長く歌けるだけさ、一番だけはい、呪いかけるだけでね、はい、どうぞ、ね、できたと思います、はい、ここでされたんですよね。そうなんか落ちとかしれん、その辺にこめちゃめちゃ怖かったね。すごかったですね。結局4個目は誰も頭蓋骨やったよ。本当に明日しかもキャバンビートで一緒なんやけど。そうなんや、キャバンもいいですよね。福岡進出、キャバン行きたい ね、 すごいね。そうそう、グッチさんと一度だけキャバンでさせてもらって、ね、確か沖縄の首里城の復旧ライブですよね。いやあ、あの時気持ちよかったですね、本当に。普通にうちフェスでまた、あ、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします、はい、ということで、じゃあ次はですね、あ、そろそろ大坊さんご準備の方を、はい、行きましょうか。もう2年ぶりぐらいですよね、2年ぶりはね。うん、そう、たまにしか出ないんです。2年ぶり、そんななりますかね。コロナの前しかないんじゃないのかな。やってないね、コロナの前ですかね。それこそコロナ前までは、あの直方にある沖縄料理屋さんで月1で、小倉の方にある沖縄さんで2ヶ月1本ほどライブさせてもらった時にちょこちょことあの2個入れてね、やってたんですよね、うん、今日久しぶりに2個入れて行ってみたいと思います。いやじゃあやっぱ違う楽器と緊張感が増す。そうですね、もうなんかもうこんな感じです。はい、じゃあ曲の紹介を、はい、はい、はい、2個はあのソロから入りますので、その時だけ聴いててください。え、そう、オープニングじゃない。いや違う、オープニングじゃなく、あれは練習ですから、はい、え、そう、ちょいちょい入ってくる、はい、ちょいちょい入ってくる、ちょいちょい、はい、ちょいちょい入ります。わらび神、ね、よろしくお願いします。Thank you.
最後の曲に行きたいと思いますね。早、はい、すぎた。いや、過ぎてないね。
過ぎてない、あと2曲いける感じ、あと2曲いけるね、まあ、とりあえずこれで、はい、じゃあ沖縄といえば朝田が言った掛け合いになっております。私がああいいやと言ったら皆さんいいやさっさ、私がさあいいやと言っても皆さんいいやさっさ、もう練習でやってもいいぐらいかもしれんよ。なった電話現在使用されております。もう一度番号を確かめの上相談番組ちゃんとやれよな。なんでそんな額のこっちをするのに。もしもし、おーちゃん聞こえる？もしもし聞こえますか？一応聞こえてます。あのですね、今日ですね、はいはい、3つのユニットが出たんです、はいはいはい、で配信のトラブルはまあまあ今度でいいとして、あ、いいんですね、それはいいんですけどね。あの初めは、大場さんがサポートで入ったんです、うん、はい、次、ペヨコさんが入ったんです。うち誰も入ってないんです。それ苦情、苦情いいよ。サポート得意な人いっぱいいますね。支給ステージに上がってきてた。です。え、何ですか？オーチャン TV だ。リクエスト、あ、わかりました。もうリクエストですね。
ボーカルがもう一人欲しい。あ、わかりました。なせますません。ドゥ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 グッチさん。ドゥドゥグッチさん。ドゥドゥグッチさん。はい。あ、グッチですか。急遽リクエストが入ったんですよ。もしよかったらステージに上がってきてもらえませんか。何あげるつもりだ。何あげる。ドゥ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 。あ、何ですか。え、パーカッションが欲しい。ちょっと待ってくださいね。スカちゃん風に。トロロトロロトロトロ、あつけちゃん、急遽苦情が入ってさ、ウィンバールパーカッション一人で足りんち、タングいかないですか。そうです、はい、ということで、今日はあの最後のユーマンなんですけど、お客さんも来ていただいたんですが、皆さんミュージシャンなので今日全員一回もステージ上がるということで行きたいと思います。それでよろしいですかね。来た人ね、来ていただいた人ね。そうそうそう、じゃあもうとりあえず知ってる曲でいきましょう。あの島田チューとかやるので、あの好き放題何でもいいので入ってください。はい、びっくりする。ありがとうございます。島田チューなんかね、ここでユーマー3回目のライブをさせてもらって、素晴らしいアーティストの皆さんと一緒させてもらって、なんとなくアコヤキ TV っての空間見てるのでちょっとアコヤキ TV のようにやってしまいました。すいませんと、すいません、はい、でも本当今日は楽しい時間をありがとうございます。はい、じゃあ最後島田チューの宝でやってみたいと思います。豪華やな。ね、はい、じゃあ行ってみたいと思います。じゃあおばさんお願いします。はい、行くよ。はい、僕が生まれたらこの島の空を僕はどれくらい知ってるんだろう。輝く星も流れる雲も名前を聞かれてもわからない。思わないのに誰よりも知っている。悲しい時も嬉しい時も何度も見上げていたこの空を。祝いの夜も祭りの朝も